聞いたことある？最近ある国の通貨がどんどん価値を失ってるって、ああちょっと耳にしたよ。あの大陸の国の話だろ？経済の動向がちょっと変わってきてるって話題になってるよな。でもなんでその通貨が価値を下げ続けてるのかしら？外から来たる金持ちたちがその国を離れたことが大きいらしいぜ。経済の不安定さに耐えかねて見切りをつけたのかもな。じゃあ具体的にどうなってるの？もっと詳しく教えてよ。よし、それじゃあ今日は続く人民元安について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。それじゃ早速中国の通貨である人民元が下がり続けてる理由から解説していくぜ。まあ主な原因の一つは市場の予想よりも悪い経済のデータが続いてるってことだろうな。特に工業生産が落ち込んでるんだ。外からの需要が減ってるのに内需も足りていない状態。それに中国経済を牽引していた主要産業である不動産も長引く低迷から抜け出せてないんだ。確かに不動産の危機はよく聞くわね。そういうわけで投資家やそれ以外の一般人もがっかりしてるってことだな。さらに国の方針が読めないことも通貨価値が下がる一因になってるって声がある。国の方針が読めないっていうのはどういうこと？まあ簡単に言うと政策が穏便で動きが鈍いってことかな。市場の人たちはもっと大胆な対策を望んでるけど政府からはそういう動きが見えてこないんだよ。それは困ったものね。実際2023年6月天津で行われた通称夏のダボス会議でも、都市強首相が演説したんだけど、中国経済の回復傾向は明確だと強調するだけで景気対策の方向性は打ち出されなかったんだ。あんまり危機感がないのかしら？そうは言っても通貨の安定にはかなり神経を使ってるみたいだぜ。例えば最近中央銀行が会議を開いて通貨価値の大幅な変動を抑えるって強調してたんだ。それに人民元は中国人民銀行が毎朝基準値を発表してその 2% 以内の変動幅で取引する仕組みなんだが、この基準値を元高方向に設定し直して元高方向に誘導するような動きも示している。そうやって市場をコントロールしようとしてるってことね。まあそういうわけだな。それに銀行が金利を下げたり国有銀行が外貨を売る動きもあって、市場ではそれも政府の指示と見られてるんだ。そういえばなんか以前にもこんな事態があった気がするけど、ああ2015年にも似たような状況があったぜ。それを思い出す人もいるかもな。あの時って結局何が起こったんだったかしら？あの時には中国が通貨の基準値を突然下げたんだ。それにより通貨価値が下がって株価も大きく落ち込んだ。世界中の金融市場がその影響を受けたんだぜ。人民元ショックって呼ばれてる。そういえばそんな騒動があったわね。その時の経験があるから今度は人民元の価格を維持しようとしてるってこと？まあそういうことだろうな。通貨の価値がゆっくり下がれば確かに輸出には良い影響があるかもしれない。でもあまりにも急に下がりすぎると国内外の投資家が資金を引き上げてしまうかもしれない。そうなるとさすがに経済に大混乱が起きるからな。それは大変ね。この懸念については2022年のロイターの記事でも興味深いことが書かれていた。どんな？中国の金融市場から予想以上に早く資金が抜け出てるらしいってな。資金を保持したいらしいがどうにもうまくいってはいないらしい。どうしてそんなことになっちゃったの？通貨の価値が下がったり景気が悪化したりして投資家が遠ざかってるのが原因だな。アナリストたちは表に出ない資金も含めると実際のダメージはもっと大きいかもしれないって言ってるよ。信用が低下して将来的にはもっと問題が大きくなりそうね。ああ。ましてや最近はドル高が進んでて世界的に資金がドルに流れてるからな。ある資産運用業者からはみんなが金利上昇の嵐にあってる。嵐の中心にあるのはドル資産。その周りは大変だけど中心はまるで楽園みたいだ。なんて声まで出てるぜ。つまり中心では儲かってるってこと？まあそうなんだろうな。政府のデータによると去年の半年間で11億ドルの資金が流出。外国人投資家はずっと売り越してるらしいんだ。でも全ての資金が流出してるわけじゃない。経常収支はまだ黒字だし株式投資には少し資金が流入してるんだ。だけど誤差脱漏の部分で巨額の資金流出があって非公式な手段で資金が流出してる可能性があるらしい。それで通貨はどのくらい価値を下げたの？年初からドルに対して約 11% も下がってるぜ。普通はこういう場合政府はインフレを抑えるために金融を引き締めるんだが、中国の場合は景気を支えるために逆に金利を下げている。それで住宅市場が悪くなって若者の失業率も上がっちゃったのね。大変なのもわかるわ。そりゃ国外の投資家だけじゃなくて国内の人たちも資金をどうにかして外に出そうとするわよね。ああ国内の投資家もそうしようと必死らしい。
本土と香港それに海外をつなぐ投資の道がかなりの資金を吸い上げてる。8月末で35億ドルに達して1月前に比べて 34% も増えてるからな。国内での海外投資がこんなにも増えてるなんて。それだけじゃないぜ。HSBC の調査だと外国の金融商品に投資してる人たちの 85% が今後1年でさらに投資を増やすって言ってるんだ。でもそれは合法的な投資だけの話よね。さっき言ってた非公式な手段を含めると、正直統計には出てこないから全貌はわからないな。だからこその非公式な手段なわけで、それに例の新型コロナ大流行のせいで渡航制限が厳しくなって、資金を動かすのも一層大変になってる。それは確かに追えないわね。でもそんな中でも移住や留学なら資金を動かす口実にはなりうる。実際留学に関する問い合わせが増えていて、特に香港への留学に関心が高まってるらしいんだ。どれくらい増えてるのかしら？エデュケーションインターナショナルコーポレーションのデータによると、今年の1月から7月にかけて香港への留学問い合わせが去年の同期と比べて 41.5% 増えてるらしいぜ。それだけ多くの人が留学に関心を寄せてるのね。それにファミリーオフィスも海外投資の一つの手段として注目されてるぜ。ファミリーオフィスって？ファミリーオフィスっていうのは基本的には富裕層の家族が持っている私的な会社の一種で、その家族の資産を管理したり投資戦略を立てたりするためのものだな。資産の規模にもよるが、不動産から株式、そして慈善活動に至るまで、あらゆる面で家族の財産を守り増やしていく役割を担っている。つまりその家族のお金の管理人みたいなもの？そう。そしてファミリーオフィスはお金の管理だけじゃなくて、税務計画や相続計画、さらには家族構成員の教育や健康管理に関するアドバイスを提供することもある。まあ大きな財団みたいなもので、家族が代々安心して資産を継承できるようにサポートしていく組織なわけだ。そしてそのファミリーオフィス、特にシンガポールで新たに設立されたファミリーオフィスがどんどん増えてて、特に香港やマカオからの投資家の割合が高いんだ。シンガポールの中国語紙連合馬の方によると、シンガポールで新設されたファミリーオフィスのうち、香港マカオ関東省の投資家が占める比率は 44% に上り、2021年は通年で 39% になったそうだぜ。なかなかに増えてるわね。他にも保険商品を利用した投資なんて裏技もあるぜ。保険商品？どうして？こういう金融商品は大体米ドル建てだからな。人民元の価値下落に対する保険にもなるし、米金利の上昇で長期的な利回りにも魅力がある。まあでもこれはあくまでも裏技。手を出すのは危なすぎるだろうけどな。あと新型コロナの話が出たんで補足しとくと、中国離れの原因は例のロックダウンであり、元の下落だけが理由ではないと説明されている。香港と中国本土の往来が再開されれば、香港の金融商品がまたバカ売れするだろうってな。でも本当にそれでうまくいくかしら？微妙だろうな。実際新型ウイルス対策が緩和された後も中国経済の低迷は続いてるわけだからな。中国経済が本当に落ち込んだらどれくらい影響があるのかしら？落ち込んだらも何も、一部の有名な経済学者は今年は特に厳しい一年になるって言ってるぜ。具体的にはどんなことが起きてるの？例えばある動画では、以前は賑やかだったショッピングモールが今ではガラガラになってるって紹介されてたんだ。まるでゴーストタウンね。上海の中心部もかつては繁華街だったところが、今はテナントの空きが目立っているそうだ。衰退が現れてきてるのね。でもそんな中でも人が集まる店もある。どんな？100円ショップみたいなところだよ。特価で売られてるものがあって、買い物客がわんさか集まってるそうだ。具体的にどれくらい安いの？例えばオレオクッキーが 3.5 元だし、梅ゼリーは1元、ヨーグルトは 2.5 元らしいぜ。それは驚きね。こんなに安いなんて日本でも見かけないわ。加えて賞味期限が近い食品を売るスーパーやドリンクの2杯目がほぼ無料になるような店も増えてる。みんなとにかく安いものを求めてるんだよ。生活が大変になって節約に走る人が増えてるのね。例えばある30代の個人投資家は、株価の下落で収入が 15% 減ったって言ってて、節約のためにほとんどの買い物を通販に切り替えたらしい。外出すると交通費もかかるし、天気や価格の変動リスクもあるからな。通販ならそんな心配もない。でもなんでこんなにも消費が減ってしまったのかしら？原因の一つは不動産の低迷だな。新築住宅の販売がずっと下がり続けていて、ピーク時から 62% も減ってるんだ。不動産開発会社が経営難で工事が止まってしまっているのが大きい。それでみんなの不安が増してるんだよ。不動産の大手が倒れたって話もあるわよね。例えば日差大集団は破産寸前になって、もう一つの大手である壁経営も法的整理を申し立てられてる。不動産業界の大手がこうなると、市場全体の不安が加速するんだよ。外国からの投資もすごく減ってるって聞いたわ。その通り。外資の投資額は前年比で 82% も減って、30年ぶりの低水準になってるんだ。
でもどうして外資がこんなに減ったの？主な原因は反スパイ法の強化だろうな。中国の反スパイ法ってのはもともとスパイ活動を防ぎ国家の安全と利益を守るために設けられた法律だった。でも中国は時代とともにその法律をどんどん強化してきてる。どんな強化がされたの？例えば2021年に注目された強化では法律の適用範囲が広がり、外国の機関や個人、さらには国内の企業や個人に対する規制も厳しくなった。これによって政府はより広範な活動に対して監視や介入を行う権限を持つようになったんだよ。具体的にはどんなことが禁止されているの？例えば外国の組織や個人が中国内で情報収集活動を行うことや、中国の企業や団体個人が外国のスパイ活動に協力することが明確に禁止されている。また中国の国家安全に影響を与える可能性のあるデータや資料の収集提供も制限されているんだ。具体的にはどんな影響があるの？外国企業や研究者一般の人々にも大きな影響があるぜ。特にビジネスや学術研究、日常生活での情報収集や交流が国家安全に関わる活動とみなされる可能性があるから、慎重に行動する必要があるんだ。なるほどね。だから外国人や外国企業も、中国で活動する際にはこの法律に注意しなくちゃいけないわけね。そう。そしてその反スパイ法が2023年にさらに強化された。この法律がどんな情報の収集を違反とするかが曖昧で、外資にとって大きな障壁になっているんだ。それで外国の人や資金が撤退していくことになったのね。まあ外国の投資を呼び込もうとしながら、逆にそれを妨げるような法律を作るっていうのは、なんとも矛盾してるよな。中国経済は今も出口の見えないトンネルを進んでるみたいだ。自分で自分の首を絞めてるみたいね。いつになったらその現実に気づくのかしら。こんな状況でついにノーベル経済学賞を受賞したある学者からも指摘が出た。ポール・クルーグマンはニューヨーク・タイムズにこう書いている。中国は最近失速しているように見えることから、将来的に日本のような道を歩むのではないかという人もいる。それに対する私の答えは、おそらくそうはならない。中国はもっと悪くなるだろう。それってどういう意味？日本が経験したような人口問題が中国にも起きてるってことだな。日本では少子化と高齢化で労働人口が減って経済にも大きな影響を与えた。中国も同じような問題を抱えてるんだ。そういえば若者の失業率が高いっていう話も聞いたことがあるわ。そう。若年層の失業率は 21% にも上って過去最悪を記録してる。それに経済の不均衡やパンデミック後の需要の回復が遅れてることも大きな問題だ。特に製造業や不動産が停滞してる。こうした理由からクルーグマンは、中国が中所得国の罠に陥る可能性を指摘しているんだ。中所得国の罠って？経済成長が一定の段階に達すると停滞する現象だぜ。中国がこのまま経済後退に向かうとしたら、社会的結束力を保ちながら低成長を管理できるかどうかが問題になるだろうな。でも中国がそれを乗り越えられる兆しはあるのかしら？それが問題だ。不安定な権威主義政権の下で、社会的苦しみや不安定を伴わずにやり遂げることができるかどうかはまだわからない。専門家たちも中国経済が危機に瀕していると警告しているのね。でも中国の経済状況は決して注目されてるけど、本人たちはあまり自覚してないのかしら？でも面白いことにな、2022年1月には人民元が国際決済の通貨ランキングで日本円を超えたってニュースがあったんだよ。それは初耳だわ。どういうこと？国際銀行間通信協会が出したデータによると、2023年11月の段階で人民元の世界決済シェアが、円を抜いて4位になったんだ。2015年の人民元改革以来初めてのことだよ。それってどれくらいのシェアがあるの？人民元のシェアは10月の 3.6% から11月には 4.6% まで上がった。これで円の 3.4% を超えたんだよ。ドルが 47% でトップを維持してて、ユーロが 23%、ポンドが 7.15% ってところだ。でもなんでわざわざ人民元を使うのかしら？その理由は中国が管理変動相場制を取っていることにある。実は人民元の価値はドルや円みたいに市場で自由に変わるわけじゃない。中国人民銀行が管理しているから取引がもっと安定してるんだ。管理変動相場制ってどんな仕組みなの？毎日取引の基準となる価格を設定して公表するんだ。それに価格があまりにも急に変わらないように、1日の変動範囲を決めていて、市場が揺れた時は介入して安定させることもある。ある程度自由に動くけど、動く幅だけは管理してるってことね。ああ、変動相場制と管理相場制のちょうど間だな。
さらに人民元には国内で取引されるオンショア市場と海外で取引されるオフショア市場があって、これがまた違う為替レートで動いている。オンショア市場とオフショア市場はどう違うの？オンショア市場は中国内での取引だからやはりかなり厳しい管理がされているんだ。基準価格の設定にはドルやユーロの動きも参考にされるけど、全部が全部公開されているわけじゃない。オフショア市場は香港やロンドンといった中国の外で動いていて、こちらはもっと市場の実情を反映している傾向にあるぜ。なるほどね。実は2009年から人民元は貿易決済に使えるようになって、香港に2010年にオフショア市場が設けられたんだ。中国はこれをきっかけに人民元の国際化を推進し始めた。もちろんリーマンショック以降ドルの信頼性が失われてきたことも影響してるぜ。ドルにとって変わろうとしてるのね。ああ。さらに中国は海外投資家が中国での投資をしやすくするための規制緩和やオフショア市場の拡大も進めている。2016年には人民元が国際通貨基金の特別引き出し券バスケットにも加わったんだんだぜ。だが人民元は今のところ米ドルに代わる基軸通貨になるのは難しいとの見方が一般的だ。どうして？国際的に広く使われるには他の通貨と自由に交換できる状態が必要なんだ。その点半分とはいえ中国政府に管理されている人民元の信頼性はどうしても低くなる。資本の自由な流れを可能にする規制改革が人民元の普及には大きく影響するってわけだ。実際人民元の普及ってどれくらい進んでるの？数字を見ると増えてるって言っても実際はそこまで大きな変化ではないな。やっぱり貿易決済でのドルの地位は圧倒的なのね。ああ。その次にユーロや円ポンドが続いてるってところか。それらの通貨は相場が安定してるからまだまだ人民元は及ばないんだ。とはいえ現在 2% 程度ではあるが増えてはいるな。なんで今になって人民元の使用が広がったのかしら？それは決済コストを下げるためだろうな。人民元を使うことで取引の費用が安く済むんだ。どういうこと？例えば輸出企業がドルを受け取った場合そのドルを使ってすぐに何かを輸入するなら問題ないけど、そうじゃない場合はそのドルを銀行に預けることになる。銀行はそのドルをドル建てで運用して輸入企業がドルを必要とした時に供給する。こうすることでドルの決済コストが安くなるんだ。つまりドル市場が大きいからドル建てでの運用が普通なわけね。だから銀行もドルを保有しておくことに意味がある。そう。これは他の通貨でも同じことが言えるんだけどな。でも問題は人民元には債券マーケットがないことなんだ。本当？ああ。だから人民元が国際通貨として完全に機能することは難しい。人民元の取引を認めると結局中国国内の土地や企業を買うことになりがちだが、中国政府はそれを容易には許さないからな。中国政府が厳しく制限しているのね。基本的には共産党の管理経済だからな。資本取引を自由にしたら国有の土地や企業が絶対に影響を受けるわけで、それを共産党は絶対に望まない。そんなことを許せば中国の体制自体が揺らぎかねないからな。どうしても資本取引には厳しい規制があるんだ。だから人民元建ての債券マーケットが発展しないわけね。ああ。だから結局人民元が国際通貨になるのは難しい。もし資本取引が自由になったら外国人が中国の土地を手に入れようとするかもしれないからな。でも確かに中国は広いけどいざ土地を買うとなると抵抗感がある気がするわ。でも貿易取引は全体の中ではごくわずかなんだ。やはりほとんどが土地や企業の購入に関わる取引であり、それをしないできないのであれば人民元を保有している意味は特にない。資本取引が自由にならない限り人民元の本格的な成長は望めないわね。まあ要するに貿易取引で人民元が使われるようになったって本質的な問題は解決していないんだよ。そこを勘違いしてる人が多いんだろうな。中国の人民元が国際通貨になる道はまだまだ遠いわね。中国政府もこの状況を変えたいと思ってるだろうけどプライドが邪魔をしてなかなか前に進めないんだろうな。まずは現地国鉄道は開業当初から建設を続け負債が増す一方、他国から警戒感が高まる中、それでも建設を続ける理由について現状を解説していくぜ。気になる話題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。まず C 国高速鉄道の借金がまずヤバすぎるって話からするぜ。そのヤバさは C 国の経済学者が次のような記事を寄稿してしまうほどのものだ。このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すしかない、ハイパーインフレーションに陥るだろう。ハイパーインフレーション？通常は過度な物価上昇のためお金の価値が下がる意味で使われるが、
今回はお金自体が増えてお金の価値が下がる意味合いで使われているぜ。普段は C 国最高 C 国最強しか言わない C 国メディアや学者たちがこんな声を上げている時点で、どれだけ危機的なのかわかるだろう。C 国の急成長イメージも覆るわね。中国の国有鉄道会社である中国国家鉄路集団が発表した内容を紹介するぜ。不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。2022年1月から6月決算は売上高が前年同期比271億元減の4857億元純損失は、前年同期の507億元から804億円に膨らんだんだ。2022年6月末時点の負債総額は前年同期比 3.45% 増しの6兆円に達したんだぜ。120兆円以上というのは確かに大きな数字だが、企業の負債としてどの程度なものなのか、すぐにピンとくる人は少ないだろうな。120兆円桁違いね。高速鉄道の借金としては世界最大で、2021年にデフォルトした不動産企業ひさし大集団の4倍近い数字になるんだ。ひさし大集団って何？何をしでかしたの？不渡りを出した不動産企業だ。バブル時代に住宅を乱立するも、そのほとんどが空室状態と悲痛な実態に陥ったところだな。このひさし大集団が抱えていた負債でも35兆円程度、そこで参考に戦後の日本における大型倒産で、最も大きな負債額と比較してみるぜ。戦後に倒産した企業のうち負債額が最も大きかったのは、2000年に倒産した共栄生命保険だ。その負債額は4兆5296億円、2位はリーマンショックで知られるリーマンブラザーズ証券で、それでも3兆4314億円なんだぜ。C 国の高速鉄道が巨額の借金を背負っているのはよくわかったわ。そして C 国高速鉄道に借金を返すあてはない。理由は C 国の全路線がほぼ赤字状態で、借金の利子すら返せない状況だからだ。残念無念、それはもう身動き取れないわね。自己破産かしら？C 国政府は赤字を連発している現状を無視して、高速鉄道を新しく作り続けたんだ。約123兆円が一企業の負債としては桁違いなのがわかるな。C 国高速鉄道は最初の開業以来続々と建設されており、今や距離では世界の高速鉄道の3分の2を占めるとまで言われているんだぜ。C 国の次にはスペインや日本、ドイツやフランスが続くが2位のスペインでさえその距離は 3100km。C 国の規模がいかに大きいかわかるな。赤字で採算取れていないのに鉄道をさらに増やすなんて、相変わらずクレイジーね。何もない田舎にも線路を作ってしまった結果、運賃収入が得られず赤字路線だらけになったわけだ。アホね、利用者がいないのにどうして作るの？誰が求めているのよ。 C 国高速鉄道は C 国の銀行から借りたお金を建設費にして全国各地に鉄道網を整備したんだ。この借金は運賃収入から返していくことになるんだが、乗る人が誰もいないような場所では1日に1往復しか必要とされないわけだな。だがそんな場所にも豪華な路線を作ってしまったんだ。建設スピードと距離だけを見れば順調そのものだが、なぜこれほどまでの負債を抱えているんだろうな。なぜかしら？答えは明確で採算性というものをほとんど考慮していないからだろうな。中国では2008年のリーマンショック以降、輸出が低迷し生産過剰となったんだ。鉄鋼やセメントを消費するために高速鉄道の路線延伸が加速したからなんだぜ。理解に苦しむわ。一体何がしたいのかしらね。例えば C 国北西の蘭州と新疆ウイグル自治区のウルムチをつなぐ蘭新線だ。この路線は1日160往復、蘭州とウルムチからそれぞれ1日160本の車両を運行できる能力を備えているんだな。東海道新幹線の東京新大阪間の運行本数が1日150往復だから、蘭新線は日本の大動脈に匹敵するほどの規模や設備、人材を備えているということだ。だが、その能力は全く発揮されていない。むしろ、蘭新線の1日あたりの運行本数はわずか4本なんだ。4本、これまた驚きだわ。160往復できるポテンシャルがあるのに、たった4往復だけなんて。当然、4往復では建設費や維持費を回収するどころか、1回の運行あたりの電気代すら支払えないんだぜ。蘭州からウルムチまで約 1900km、東京都新大阪が片道 500km だから、その4倍弱だな。だが、蘭州からウルムチまでの運賃はわずか12000円、2等席にすれば9600円台14000円程度の東京新大阪間より安いんだぜ。距離が4倍なのに運賃が安いって、どんぶり勘定すぎない？ C 国にはこういった赤字路線が山ほどあるんだ。2路線ほど黒字路線もあるが、大量の赤字路線を抱えているのは紛れもない事実。C 国高速鉄道は崖っぷちに追い込まれているんだぜ。そして、借金の利子も莫大な額なんだ。120兆円の利子なんて、イメージもできないわ。
例えば、日本の生活福祉資金貸付制度の年利は 1.5% なのだが、それでも1年間で 1.8 兆円だからな。低すぎる運賃収入では、その莫大な利子すら返せないんだよ。そして、C国政府もこの万年赤字体制を放置してきた。それは、経済成長を優先するためでもあったんだぜ。C国はいつから整備に力を入れてきたのかしら？ C 国が本格的に高速鉄道網の整備に乗り出したのは2004年頃なんだ。この年、C 国は中長期鉄道計画を発表し、2020年までに 1.2 万キロメートルの高速鉄道を作るという方針を明らかにしたぜ。ところが、実際には2020年時点で 3.5 万キロメートルの高速鉄道が作られたんだ。約3倍、さすがに。作りすぎでしょ。作りすぎてしまった理由はあるのかしら？それは、2008年にリーマンブラザーズが破綻して、世界経済をリーマンショックが襲ったのが理由と言われているんだぜ。当時も今も、C国は外国に安い C国製品を輸出し経済成長を果たしてきたからな。ところが、リーマンショックで、その安い C国製品を買ってくれるはずの外国が買ってくれなくなってしまったんだ。確かに、未だに安物は中国製だものね。実際 C 国の GDP 成長率は2008年にガクンと落ち込んでいるぜ。そこで C 国は高速鉄道に目をつけたんだぜ。鉄道を作るのには、鉄やコンクリートも大量に使い、そして車両や整備には電子機器も使うから、鉄道をたくさん作れば民間企業へ材料を大量に発注できると踏んだんだよな。そして、C 国高速鉄道は共産党所有の国有企業そこへ、公金をガンガン投入したんだぜ。なるほどね。つまり大量の路線を作ることで、政府のお金で民間企業を支えようとしたってわけね。そして、北京と上海広州を結ぶドル箱路線に刺激されて、各地方当局が高速鉄道の誘致合戦を展開。これには雇用の創出や地方経済の活性化、沿線の不動産開発などへの期待もあったが、一番の理由は官僚にとって、地域の経済成長が自らの実績となるからだったんだぜ。そのための採算度外視整備計画も少なくなかったんだ。そりゃそうよね、もっと他にやりようなかったのかしら。結果として、大都市エリアを除いては採算が取れていない路線が数多く存在することになったんだぜ。しかし、最近ではドル箱路線であったはずの北京と上海を結ぶ高速鉄道でさえ、2022年1月から6月期は10億2800万円の赤字となっているんだ。路線に関わらず、鉄道全体の運営を見直さなければならない状態なんだぜ。じゃあ、C 国高速鉄道が抱える10億2800万円の借金は、絶対に返せない借金じゃない？高速鉄道に詳しい北京交通大学の張健氏は、C 国の鉄道は常に補助金頼みで、負債の支払いのために新しい負債を増やし続けていると説明しているんだぜ。一部の評価からは元本は愚か、負債の利子さえ払えない路線も多くあったんだな。補助金に頼る持続不可能な高速鉄道は債務危機が起こるのを待っているようなものだという批判も出ているそうなんだ。さらに張健氏は、高速鉄道の建設費は普通の鉄道の2から3倍もするのに、運用が効率的ではないと指摘しているんだぜ。なんなのよその企業。理由は、C 国政府が注入するお金の原資は税金だからだ。実は鉄路集団が抱える額の借金より、こっちの公金注入の方が、はるかにハイリスクだと考えられているんだな。どういうこと？動画冒頭で C 国の経済学者が、このままでは政府が貨幣の大量発行で無理やり借金を返すほかない、ハイパーインフレーションに陥るだろうと言っていたな。なぜ、ハイパーインフレーションに陥るかというと、鉄路集団の債務がそのまま C 国政府にのしかかるからだ。簡単に言うと、高速鉄道関連の300兆円の借金を中央政府が返済しようとしたら、300兆円の貨幣を発行して無理やり返すしかないってことなんだぜ。だけど、そんなことしたらお金が出回りすぎてお金の価値が下がり、とんでもないインフレになってしまうってことだな。そりゃそうでしょうよ。何さっきから、当たり前のこと言っているのよ。北京上海などは1区間あたりの年間乗客数が4800万人だが、人口が少なく広大な地域に作られた蘭州ウルムチ路線などは230万人ほどなんだ。全体の平均は1700万人で、これは日本の新幹線の平均3400万人に遠く及ばないんだぜ。つまり、C国の鉄道が採算を取るためには、日本以上に緻密なプランが必要になるだろうな。これまでにどんな鉄道を作っているのかしら？例えば、2022年2月に開催された北京冬季オリンピックでも、C国は新路線を作ったんだ。五輪開催中でも1日あたりの運行本数はわずか17往復。そして、五輪が終わった後は、なんと1日1往復しかしていないんだぜ。
誰か、将来のことをアドバイスしてあげられる人はいないのかしら？駅前の商業施設は閉鎖中で、まるでゴーストタウンになっているんだな。C国は北京とか北省ハリエ口に分散するオリンピック会場を約1時間で結ぶ新路線を建設したんだ。その投資額は580億元と言われてるぜ。万里の長城の地下深くを通る全長約 12km のトンネルを貫通させ、ハイテクオリンピックの象徴として自動運転システムも導入したんだ。もはや、立ち止まるつもりもないのね。しかし、C 国の威信をかけて1兆円超えに相当する資金を投じたのにもかかわらず、今となっては有効活用されていないんだぜ。オリンピックが終わったら需要がなくなるかもとは考えなかったんだろうな。このような C 国鉄道の現状は、灰色のサイトを表現されているんだぜ。灰色のサイトって何？灰色のサイトは市場において、高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられるにもかかわらず、軽視されがちな潜在的リスクのことだ。居住の際は普段おとなしいものの、暴走を始めると誰も手をつけられない破壊力を持つことから、こうした比喩に使われているんだぜ。何か根本的な解決策を講じない限り、灰色の災害いつか中国経済に壊滅的なダメージを与えるのではないかと考えられているだ。しかしこのような状況にもかかわらず、C国の鉄道計画はとどまることを知らないんだぜ。誰かやめなさいよ。現在の世界最速の営業速度 350km をさらに 400km に引き上げ、2035年には営業距離を7万 km にする計画を発表したんだぜ。2020年時点の総延長は 3.5 万 km だったよな。これを一気に2倍にするという大計画だな。言葉にならない。約123兆円の負債がありながらなぜこのようなことができるのかといえば、中国国家鉄路集団が国有企業であり、もともとは鉄道行政を担当していた鉄道省の下部組織だ。どれだけ借金が膨らもうとその膨らんだ借金が返せなくても、C国政府がお金を注入して、絶対に倒産させないんだ。中国が高速鉄道を国内だけではなく、国外にも広げている背景には構想が一帯一路あるんだ。これは簡単に言えば、中国の経済圏を中央アジア、中東、欧州へと拡大する国家戦略なんだぜ。もはや、立ち止まるつもりもないなんて。2013年に習近平国家主席が構想を発表し、2014年にアジア太平洋経済協力会議で国外にアピールしたんだぜ。一帯とはシルクロードを基幹とした陸上の経済圏一路は、海路の経済圏でユーラシア大陸南側沿岸諸国と欧州を結んでいるんだ。陸を結ぶのはやはり鉄道だよな。C国は世界一の鉄道網を作り、その名声をもとに他国へどんどん鉄道を売り出しているんだ。C国ってとりあえず勢いある国だと思っていたけど、よくわかったわ。その手前どんなに赤字でも、国内の高速鉄道の建設は止められないだろう。一帯一路自体は沿線国との相互発展という名目で進められているんだぜ。しかし、本当の目的は、欧州と C 国を結ぶルートの整備だと言えるんだ。ヨーロッパとの連携を強めるのが目的で、その道中に過ぎない沿線国の発展を本当に考えているかどうかはわからないんだぜ。でしょうね。その証拠として、C 国の高速鉄道は各国で問題を巻き起こしているんだ。その一例がケニアだ。C 国からの融資によって、インド洋に面するケニアの港湾都市モンバサ都市とナイロビなどを結ぶ鉄道が2017年に建設されているぜ。一帯一路構想に含まれるアフリカでのインフラ計画として、最大規模でケニア政府に約50億ドルを融資し立案から建設まで大部分を C 国側が担ったんだぜ。旅客数はそれなりに順調に伸びたものの、その後様々な問題が吹き出しているぜ。どんな問題が吹き出しているの？例えば、収益の柱である貨物取扱量が低迷し、改良以来赤字が継続中だ。しかも、2019年から C 国輸入への返済が本格的にスタート。この C 国輸入の融資条件は厳しいものだったんだな。例えば、日本がモンバサ経済特区開発のために現在行っているケニア向け借款は、金利が年 0.1 据え置き期間12年償還期間40年なんだ。しかしケニアが第一期鉄道建設のために C 国輸入から借りた一部の商用融資は、金利がロンドン銀行間取引金利に 3.6 を上乗せし据え置き期間5年償還期間15年だったんだぜ。日本は金利が 0.1 に対し、C 国から借りたら 3.6 なの？ケニアはこうした厳しい条件の対中債務を返済するために、これまで鉄道開発税を投入したり、内陸国向けのトランジット貨物の輸送に対して、この鉄道の利用を義務付けようとしているんだ。それでも、C 国輸入への返済のめどはまだ立ってない上住民から反発を受ける結果になっているんだぜ。
そのため、このままではケニアは債務の罠に陥るのではないかと心配されているぜ。債務の罠ってどんな罠が仕掛けてあるのよ？債務の罠とは、国債援助などの債務により、債務国国際機関の政策や外交等が債務国側から有形無形の拘束を受ける状態のことだ。タイムトラップや借金付け外交などとも言われているぜ。タイムの罠の代表的な例がスリランカのハンバントタ港だ。ハンバントタ港は中国からの多額の融資で建設されていたが、債務の返済に窮したスリランカ政府が運営権を事実上、中国に譲渡したんだ。借金付けになって最終的に運営権を渡す形になったのね。ハンバントタ港は軍事利用の可能性も示唆されており、最初から港の権利を手に入れることを前提に融資したのではないかという指摘もあるんだぜ。そして、ケニアにもインド洋に面したモンバサ港という良港があるんだ。この港は、ウガンダやルワンダといった東アフリカ、内陸諸国の物流網のゲートウェイになっているんだぜ。将来的にこの港にも C 国の魔の手が伸びるかもしれないんだな。あ、すでに嫌な予感しかしないわね。他にも、日本の受注を横取りするような形で獲得したインドネシア高速鉄道計画において、C 国は数々の問題を引き起こしているんだ。2022年12月18日、ジャカルタバンドン高速鉄道の建設工事現場で起きた事故だぜ。機関車の後押しにより改装中だった軌道敷設用の機材が、線路終端部分を突破さらに防振して、掘り割りの乗り面に衝突し大破したんだぜ。当時この機械に乗車してたと思われる C 国人作業員のうち2人が死亡、5人が重軽傷を負っているんだ。まったく、他の国にかまかけていないで、まずは自分の国の借金問題をどうかすべきでしょうよ。2023年6月の開業予定に影響はないとのことだが、そもそもこの2023年6月開業というスケジュール自体が、非現実的で現場にしわ寄せが来た結果、事故が起こったのではないかという指摘があるんだぜ。工期の遅れによる費用超過も深刻で、財務負担ゼロの条件で契約したのにもかかわらず、2021年11月にインドネシア政府は約 4.3 兆ルピアの国家予算を投じることを決定しているんだ。財務負担ゼロの約束がなんで 4.3 兆ルピアも投じることになったのよ。また、2022年11月にインドネシアバリ島にて開催された G20 では、ジョコイドド大統領と習近平国家主席による試乗会が行われるはずだったが、日程の調整が困難という理由で、習近平国家主席の試乗は断られているんだぜ。これは C 国の鉄道の安全性に不安があるからでは、とも言われており、このようにインドネシア高速鉄道は開業前から残念なエピソードが尽きないんだな。C 国の鉄道に不安がある。ごもっともね。C 国が国内で鉄道を増やすのは勝手だが、問題だらけのものを海外にもばらまくのは勘弁してほしいな。ここから海外の反応を見ていくぜ。お願いね。一帯一路の対抗策として、日本製の鉄道がもっと安価に手に入るようになると嬉しい。質がいいから、価格も高いというのはわかってるけど、発展途上国にはなかなか手が届かない価格だからな。家に人を入れる際には、気をつけなければならない。入れるのは簡単だが、悪魔だったら退散させるのは大変だ。時には逆に追い出されてしまうかもしれないし、C国と手を組むのはこういうことだ。取引をする相手はしっかり見定めなくちゃいけないわね。一帯一路は、単なる貿易や不動産の取引でない署名してしまった貧しいアフリカ諸国の例からわかるように、これは C 国が外国への経済的影響力を拡大し、利益を引き出すためのものだ。C 国の鉄道事業がよく見えるのは最初だけ、実際は永遠に借金が増え続けるプロジェクトだからね。インドネシアでの C 国による工事の現場を見たことがある？やり方がアホみたいよ。C 国は赤字続きのようだけど日本の鉄道は黒字なんじゃないの？実は最近喜ばしいニュースがあったんだ。2022年4月から9月期の連結決算において、鉄道大手18社全てが3年ぶりに営業黒字を確保したんだぜ。新型コロナウイルス災いからの経済活動の正常化が進み、鉄道の旅客需要が回復したと考えられているぜ。また、4月から12月期連結決算では、JR 東日本など JR3 社が4月から12月期としては3年ぶりに黒字を確保したんだぜ。やっぱり C 国と違って日本はすごいわね。 C 国も日本を見習ってほしいわ。JR 東日本が発表した売上高は前年同期比 16.5% 増しの1兆7270億円。純損益は725億円の黒字なんだ。前年同期は837億円の赤字だったことを踏まえると、大きな変化と言えるな。鉄道運輸収入はコロナ前に戻ったとは言えないものの、75% 程度には回復したそうだ。このまま上り調子が続いてほしいな。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。中国不動産市場のバブル崩壊によって、世界経済に与える悪影響について解説していくぜ。建物が完成しているのに誰も住んでいないから、幽霊マンションと言われ、深刻な問題になっているわね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。バブル崩壊といえば日本だけじゃなくアメリカも経験しているぜ。日本が経験したバブルと、中国不動産バブルは似ているところが多く、これらの教訓を活かし危機を回避できるのか、中国に注目が集まっているんだな。悪化が止まらない中国不動産市場が、今後どうなっていくのか気になるわね。ここ20年ほど言われ続けているんだ。中国で起きた不動産バブルの経緯と、それに伴い世界へ与える悪影響を説明していくぜ。まず日本が経験したバブル経済とは好景気で湧いていた1980年代後半のことだ。令和を生きる20代30代はバブル経済を知らないだろうな。1986年から1991年にかけて起きた社会現象なんだぜ。発端となったのは1985年9月のプラザ合意だな。何のことかしら？先進5カ国の財政を握る人と、中央銀行総裁によるドル高是正への合意のことだな。もっと簡単に言うと各国で協力してドル下げを目指そうってわけだ。そもそもドルの価値を引き下げようとして始まったのね。でもなぜドル高ではダメなのかな？国際貿易では通貨が安い方が有利になるからだぜ。具体的に説明するとプラザ合意の前、日本円とドルの交換レートは1ドル約240円だったんだ。だがプラザ合意後は1ドル約120円までドル安が進んでいたんだな。つまり日本円で240万円のものが1万ドルで買えるところ、アメリカでは2万ドル必要ってことだ。つまり日本から見れば円が高くなったとわかるよな。なぜアメリカはここまでドル安を進めたかったのかしら？当時のアメリカは貿易赤字を改善しなければ国家財政の破綻とも言われていたんだぜ。それだけドル安にしなければいけない理由があったんだな。そこでドイツとイギリス、フランスを巻き込んでドル安へ誘導したんだぜ。これによって日本は製造業中心だったため、海外で売りたいものが売れない状況で大きなダメージを受けたんだ。そこで日本銀行が動き出したんだぜ。何をしたのかな？金利の引き下げをして景気を支えようとしたんだ。金利を下げれば借金の利子を抑えることができ、お金を借りやすい状況を作ったんだな。これによって政策金利は、戦後最低水準となる 2.5 を記録しているんだぜ。バブルは多方面から近づき国営巨大企業であった NTT が株式市場に上場したんだな。2ヶ月で3倍近くの株価をつけブームを起こしたんだぜ。すでに日本の株式市場は活発化していたんだ。バブル崩壊とどう結びつくのか、いまいちわからないわ。日本の株式市場は銀行からお金を借りなくても、新しい株を発行すれば資金を調達できる環境があったんだな。だが民間銀行からすれば大企業を相手に以前のように、貸し付けて利子を得ることができなくなったんだ。そこで土地に目をつけたんだぜ。企業相手ではなく不動産融資を行うようになったわけだ。これによって土地を買う人が増え、土地の価格が2倍3倍と高値を更新していったんだ。需要があったからこそ価値も上がり続けたのね。本業以外に儲けを生む財テクとも言われ、株や土地への投資を主体とするのではなく、企業は保有している土地を担保にしていたんだぜ。例えば1億円の土地を担保に5000万円を借り、その5000万円で別の土地を買うんだ。そして土地の価値が1億円になったらまた別の土地を担保にし、お金を借りる仕組みなんだ。こうやって土地への投資が拡大していったのね。東京都ではマンション価格が平均年収の18倍にまで上がっていたんだぜ。富裕層しか住めないわね。株価も上昇を続けたことで土地や株を持っている人たちは、何千万もの資産を保有していたんだな。つまり消費も増え景気も活性化していったんだぜ。だが株価をはじめ土地価格の下落や、銀行が貸したお金を回収できないなど徐々にバブル崩壊に向かっていったんだ。バブル崩壊ってこんな状況だったのね。改めて知ることができたわ。この日本のバブル崩壊を踏まえ、中国における不動産バブルはもっと強烈とされているんだぜ。広東省府華市？市ではマンション価格が平均年収の57倍、北京市でも55倍に達したそうだ。だが中国の不動産バブルも永遠には続かなかったぜ。住宅価格が下落し始め、今は不動産市況が大変なことになっているんだな。2021年時点で中国の不動産大手である日差し大集団が負債総額およそ47兆円に上ると発表したんだ。赤字が膨らみ資金繰りが悪化していく一方なのね。その通りだな。多くの不動産企業が経営困難になり破産に陥っているぜ。
不動産バブル崩壊に伴って中国の経済成長も鈍くなり、経営破綻に陥っている背景は日本のバブル崩壊に似ているんだな。資金調達のため不動産融資など規制を行うも、苦境に変わりなく経営破綻に向かって少しずつ近づいている現状なんだぜ。問題は中国だけじゃないよね。世界へ与える影響はどうなのかしら？もちろん。中国と親交の深い国をはじめ、債権を保有している世界の企業も影響を受けるから甚大な被害が予想されているんだな。日本では中国の輸出額が全体輸出額の4分の1を占めているから、受ける被害は大きいと言われているんだ。中国の現状は具体的にどうなっているのかな？幽霊マンションと呼ばれ話題を集めたのは何年も前のことだな。購入したマンションがいつまで経っても完成せず、住めないにもかかわらず住宅ローンの返済を続ける状況だ。何それ、日本じゃありえない事態じゃないの？それじゃあなぜ中国政府はこんな事態を招いてしまったのか詳しく説明していくぜ。そもそも中国で不動産バブルが発生したのは、1998年の住宅制度改革が一つの転換点とされているな。中国の住宅制度って何かしら？中国はかつて国有企業の改革を課題に抱えていたんだ。後に詳しく説明するが、企業に勤める従業員の住宅は、一種の複式な影響として、中国の不動産価格が下落すれば、日本の物件に割安感がなくなる可能性があるんだ。さらに中国の富裕層の減少が続けば、中国人投資家が日本の不動産を購入することも減ることになるんだな。日本の不動産価格の下落や、貿易を中国に頼っているケースも多いため、少なからず影響があるんだぜ。中国不動産産業の回復は、未だ見通しが立っていない状況なのね。中国が抱える課題は多岐にわたり、教育や医療のインフラといった社会資源や、住宅市場のアンバランスな状況が変わらない限り、根本的な解決にはならないんだ。日本はバブル崩壊後20年以上苦しい経済情勢だったな。経済と株価が長期的に低迷したことで、失われた20年と言われていたんだ。中国は失われた何年と言われるんだろうね。日本をはじめ他国が経験したバブル崩壊から、中国は何を学び生かしていくのか注目されているんだぜ。日本の景気下降期における景気刺激策のあり方も、中国にとって参考になるだろうな。中国不動産バブル崩壊が日本企業に影響をもたらすことを念頭に考える必要があるぜ。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。